はいです本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー。今日の題材は難関大入試演習ということで、えー、数 A の整数から不定方程式ですね、えー、と2次の不定方程式 x の2乗プラス 2y の2乗イコール3の有理数解は無限項あることを示せという問題ですね。まあ、これ実質あの全部拾い,拾い上げることができるんですけど、まあ、とりあえず無限項あることを示せということで、 て、まあ、て取り出せといいうふうふに言ってるわけでですでも実質それをすることはできますね。はいえー、特にこれ単円の時はその要するに x+y=1 位の時の単円の有理数解というのはよく知られていて、えー、要するにそのピタゴラスを生成するもので埋め尽くされるわけです。まあ、それと類似の議論が、まあ、このタイプの、まあ、楕円でもできるということを見ていくということですね。 はいそれじゃあやっていきましょうまず、えー、とこの不定方程式 x の2乗足す2 y の2乗イコール3っていうのは、まあ、3で割ってですねえっ、ー、と、まあ、この曲線を c というふうにするとルート3の2乗分の x の2乗足す、えー、ルート2分の3の2乗の y の2乗イコール1とで、えー、x 軸との交点ルート3ですね で、えー、y 座標の方は2分のルート3で、まあ結構接近してますね。マイナスルート3とお、マイナス2分のルート3ですね。で、えー、と 1, 1という点を a としましょう。これ、ちょうどその楕円状に乗っかっている整数点ですね。格子点ですよね。一 1, 1, 1代入したらそれぞれ1たす2で3になるので、えー、と有利数回、整数回になっているわけです。 でこの a を起点として、えー、と直線を引きます。まあ直線引かれてますよね。でここに、えー、ともう一つこう交点ができます。この交点を見つけにかかるっていうのがこの問題の、えー、ポイントなんですね。えっ、ー、とつまりこの a を通り a11 を通りえっ、ー、と傾きが t の傾きが t で、えー、有利数のものをと取ってこの 直線ですね。と楕円 C の交点を考えると。まあそうすると連立方程式を解くことになるんで、えー、直線の方程式は y イコール t く x、えー、マイナス1 1ですね。そうすると y マイナス1っていうのが出てくるし。 x マイナス1っていうのが出ての出くるわけですで当然ねあの x-1 マイナスと y-1 マイナスっていうのを因数持っているので、まあ、ここちょうどね、えー、x の二乗ファース2 y の二乗プラス 2y の2乗イコール3というのを3を2と1に分けて、まあ、こういうふうにやってあげるとスムーズに、えー、と因数分解ができそうですね。 つまり x プラス1と x マイナス1にこう分けて y の方も同じように2倍の y プラス1倍マイナス1という形にするとそうするとここ y イコールにして y プラス1だとか y マイナス1の方ですねここの部分これがそのまま t カッコ x マイナス1になりますよね y マイナス1イコール t カッコ x マイナス1なので ここで、えー、と x は1でないのでつまりここの解以外なのでここで割ってしまいましょうそうすると x プラス1プラス 2t かっこ x マイナス1で、えー、とこれが消えちゃうので y プラス1ですねで y のところに t かっこ x マイナス1プラス1が入りますこうやってねイコール0とだともう一回これ展開してね、えー、整理していくということですね y+1 すだからここ2になるのかなえっ、ー、と y+1+2 ですねここの部分 y=1 これを忘れてましたね y 代入して、えー、さらに1足さなきゃいけないのでここが2になることに注意してくださいそれで展開をして 2t の2乗たす 1x でもう片方の方はマイナス 2t の2乗ですかねそれから 4t プラス1イコール0ということになって x について解けば x イコール 2t+2t プラス2 T の2乗足す1分の 2t の2乗マイナス 4t マイナス1という点ができます。これがその例えばこれを b としましょうか。座標としてこっちの b ですね。ここの x 座標になるわけですよ。ここの x 座標を与えるということになります。 で当然これ t が有利数だったらこれも有利数になりますよね。有利数は四則演算で閉じているので掛、えー、け算したり、えー、それから割り算したり0でない数で割ったって有利数です。で同様にその,その値をこの式ですね y の方のこの式に代入して y 座標を求めてもここ t 係数ですから有利数係数ですから当然有利数になるんですよ。だから y=t×x-1 イコールマイナスプラス1に代入して えー、x の値これ面倒くさいですけどねここちょっと計算してくださいに t の2乗足す1分の、えー、t マイプラ1 1を計算するとマイナス2 t の2乗、まあ、これちょっと計算省略しますけどこういうふうになるんですでやっぱ t の式になって有利数になりますよねだから x の座標 y 座標両方とも有利数になるってことが要するに点 a から傾き有利数のお直線を引くとその交点は、えー、と有利数の点 座標を持つ点になるわけですよこうやって。なので有理数解がそれで生成されるってことがわかりますこれね。こうやってこれ。このペアですねこのペアが、えー、x0y0 という形でそのこの点を x0y0 としたときにそのどんどん作れるわけです。でえっ、ー、と逆にその、まあ、どっかにこの有理点があるとしたら。 有利点がある有利点があったとしたらそこと a を結んであげたものを考えた時にここの、えっと、傾きを考えるとこの傾きは有利数になるんですよなんでかっていうとこの x1y1 という値が両方とも有利数だったら有利点だから有利数ですけどそうするとここの長さ、えっと、1ス x 1になりますよねそれからここ1ス y 1になりますよねそうすると引き算 したもので割り算取ると、それが傾きになるので、ティーの値はちゃんと有理数になるわけです。その両方とも有理点だったら、その有理点を結んだ時の傾きはやっぱり有理数の傾きになるわけです。したがって、A からその有理数の傾きを直線を引いたあげたものにその点は入ることになるわけです。つまりここの中であるティーとして、そのえっ、ー、と点点 x 一 y 一は拾えるということになるわけです。このペアで。 いいですかつまり、えっと、2のその有理数解有理点はその傾き t からこう探していけるっていうことなんですね。要するにそのここの点を例えば c として c と ac との距離えっと距離じゃなくて ac のその傾きを t とすればその a から c を見つけることができるというわけです。従ってどこの有理点も片方が有理数で片方無理数とかだったらダメですよ。両方とも有利数で あエクサ表もワイ座表も両方とも有理数であるというような。えっ、ー、と、有理点、有理数解は、それはティーを介して、有理数ティーを介して、そのすべて動かしたときに、えっ、ー、と、もちろん探すことができる。で、特別、ここの点だけですね。えっ、ー、と、傾きがマイナス無限大とか、プラス無限大になっちゃうんですよ。ここの点も、えっ、ー、と、解になってます。一マイナス一も、えー、当然入るので。 これはね t がプラススマイネス無限大に相当するもので、まあ、それ以外の点はね全部その傾き有限で出てきますけどここだけ出てこないということで全部尽きてるってことが分かります。まあ、というわけでねその解、えー、の構造みたいなのが要するにパラメータ表示としてこの形が取れるってことですね。この形とこの形。あの曲線によってもちろんそのパラメータ表示は変わるので。 別にこれは覚える必要はないですけど、分母を払った形でちゃんと合等式になっているっていうことですね。それなんかもうさいておきたいですね。つまり、x の二乗とこれの二乗とそれから二倍のこれの二乗が三になるってことは、えー、分母を払うと結局 2t の二乗をマイナス 4t マイナス1の二乗プラス二倍のマイナス 2t の二乗を マイナス 2t プラス1の2乗が、えー、と3倍の 2t の2乗足す1の2乗になってるってことを意味するのでまあこんな計算とかもね、あのー、実際にやってみると面白いかなというふうに思います。はいまあこれがね、あのー、2の t で成立している高等式になっているってことですね。はいこれで、あのーまあ、無限項あるっていうふうに。 このコートしかねあの出発するのはちょっとない,ないかなと思いますけどこれだって見つからないからねすぐね見つける方法を、まあ、提示したっていう形ですけどまあこれは、えっとまあ、逆に言うと x の2乗足す 2y の2乗イコール 3z の2乗の整数解を、まあ、与えてる t を整数とすれば整数解になるんでね整数解を無限項与えてるっていうそういう、えー、証明にもなりますね。 はい聞かれ方によってねいろいろ変えて、えー、同様な問題が解けるようになるのでぜひ覚えておいてくださいはい本日の授業は以上ですご視聴ありがとうございました